はい、えー、こんにちは。えー、今日はこれで、は、最後の配信になるかと思います。もしかしたらね、えー、もう一個ぐらいあげるかもしれませんけど、えー、とりあえず、これで、えー、最後の配信になると思います。えー、緊急のね、何かお知らせしたいことがあったら、もう一つぐらいあげたいと思ってます。はい、えー、なんと言うかね、はい、私が、あ経験したね、あの、スー,パー すっぱいね、えー、あれですね、プロテインですね、酸っぱいプロテイン。はい。あれをね、こう、なんていうのかな、影響ですね、その影響を還元するために、えー、ニコーですね、ニコーのね、ティーン ですね。日光のティーンがね、えー、まあ、ある人たちの勧めでね、いいって気がついてね、やったところ、それが非常に効果があったということを皆様に、えー、何度かお伝えしてるんですけど、どうやら本当です、これは。はい。えー、というのも、えー、まあ、この方はね、どうやらあの、本当の、 一子ではなくてね、えー、の大使さんみたいなんですけど、生のね、大使さんみたいなんですけど、えー、この方の、まあ、いろんなね、えー、なんていうのかな、通ってきてくれている人たちの中でね、えー、コロアンティーナになっちゃったよーっていう人が結構、 こういらっしゃるみたいです。で、えー、この方最近ね、えー、その2個のね、ティーンですね。2個のティーンとのね、ガム。 ガムですね。あの噛むやつね。とかね、パッチです。はい。そういったものを、こう、使ってるらしいんですね。そういった、あの、通ってきてる人たちのためにね。そしたら、なんとね、なんか、聴覚障害でしたっけ聴覚にね、こう、耳がね、ちょっとなんか聞こえづらいっていう風になってしまった人。はい。なんと、 二日、四8八時間なんでね、二日ですね。二日この二個のね、ティンティーンをね、えー、ガムであげたところ完全に治ってしまったとかね、そういった報告が続出しております。はい。 えー、なのでね、もしかしたら、もしかしなくても、かも、なんですけどね。まあ、あの、詳しい原理は、あの、飛んでいった、あところに書いてあります。ほぼほぼ、イベちゃんと同じような働き方をするようです。この2項の、ティンティーンというのが。はい。そういうことですね。イベちゃんとほぼほぼ、同じような、あね、えー、なんていうのかな。 あ方向性みたいでございますね。はい。えー、なのでね、えー、本当に、あのー、大事だなって思います。こういう情報 でとりあえず私もね、えー、試してみただけなんですけど試してみたねとりあえず自分の体で、えーまあ、実験してみてね、えー、本当かどうかを検証してみたんですけど私はまあ私の体には非常に良かったということでねえー、まあおえっとくることがなり,あありますもうなくなりましたしね前はね、えー、まあ、1年前の今頃はもう毎日毎日ね吐いてましたからはい。 えー、ということで、えー、なんて言うのかなあ、これ、本当です。これは本当に、あの、ファイブのね、アンラーよりも効きます。はい。えー、私の感触としては、あのー、あれですねあ、乳酸菌もいいんですけど、非常に良かったです、乳酸菌も。でも、乳酸菌よりも上です。はい。ニコのティンティンはね。で、えー、ちなみにほら、あのー、例のね、イベちゃんとかね、 ヒドちゃん手に入らなくても、ニコのティンティーンだったら手に入りやすいですよね。はい。まあ、抵抗のない人はね、こう吸うタイプのもありますしね、吸う、はい。吸入するタイプのもね、はい。煙でね。はい。そういうものは、もう、あの、そこら辺のね、コンのビニビニで売ってますし、ガムですね、ガム。はい。ガムは確かね、あの、ドラッグストアで買えます。はい。 ドラッグストアで買いますあれは、はいえー、一時期ねドラッグストア勤めてたんでわかるんですけどはいあのそのドラッグストアでも扱ってましたはいなので、えー、まあ抵抗のある人はねやっぱりあのガムをね噛むとねはいいいと思いますなんせ2日でねあの耳が聞こえづらいっていうのがね良くなってしまったんですからね で、いわゆる、その、酸っぱいやつだけじゃなくってね、えー、なんて言うのかな。あー、あーコロアンティーナですね。コロアンティーナ。はい。コロアンティーナの、あれにもね、対応できるっていうのがすごいですよね。なので、今、あのー、なんて言うのかな。えー、 お熱があったりとかね。えまあ、する方がいらっしゃるみたいなんですけど、視聴者さんの中で。はい。え、これ試してみるといいかもしれません。なんか48時間でもう良くなるっていう話なんで、はい。えー、まあ、100分は一見にしかずっていうかね。まあ、自分で試すのがいいと思います。体に合ってればね。まあ、合わない人もいるのかもしれませんけど、合ってればもうすぐに効くと思います。はい。まあ、そんなこんなでございますね。 はい。えー、なのでね、この記事もちょっとね、これは結構なニュースだと思うんで、えー、大事な話だと思うんでね、えー、皆さんにもうぜひぜひ、あのー、見ていただきたいと思いました。はい。えー、これからね、先ね、えー、まあ、いろいろとこういった問題が出てくるとは思いますので、えー、これは非常に興味深いと思ってます。はい。ニコのティンティーンでございますね。はい。 えー、それではあ、今日もね、一日本当にお付き合いいただき、ありがとうございました。はい、えー。心から感謝いたします。そして、えー、明日もね、皆さんとお,お付き合いできればなと思います。はい。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。 はい、これは、いちごジャムのレシピですね。あと、こちらはあ、バナナブレッドです。あ、誰か来ましたね。それでは、失礼します。